皆さん、こんにちは。マーティンダーのミクーボーイ、キングタクです。フィニあの、スキージャンプ、今後大体でスーツ規定によって失格をなった女子の高梨サーさんの今後についてお話します。多分、引退する可能性はあるかもしれません。はい。なお、大会出場は未定との発表もありました。やはり、ワールドカップ、オリンピック後は最初のワールドカップは残念ながら欠勝する見通しでございます。その高梨サ選手は、オリンピックの競技を終えた後、日本には帰らず、渡米して、 えー、調整中でございます。SAJ は、出張予定確保後に改めて発表する方針でございます。いやー、消えた選手が出るとは思いませんでしたね。今でも言葉にならないほどではございます。はい。うーん、なんて言ったらいいか、はい。皆さんは正直どう思うか意見などお願いします。はい。今後、高橋さん復活の時はあるかどうかが鍵となるんです。はい。というわけで、高橋さんの今後の出場の可能性についてでした。 拜拜。Bye bye